静岡大学に在籍する先端研究者を紹介するこの番組。今回はグリーン科学技術研究所所長のパク・ヨンス先生をご紹介します。パク先生は農学部応用生物科学科創造科学技術大学院統合バイオサイエンス部門の教授を兼任されており、研究分野は生物機能バイオプロセス応用生物科学ナノバイオサイエンスなど多岐にわたって研究をなされています。現在の研究テーマは蚕による遺伝子発現に関する研究、ウイルス用粒子を用いた機能性ナノバイオ素材の開発、ナノバイオテクノロジーによる感染症の検出です。静岡大学クリーン科学研究所のパク・ヨンスです。今日はシルクロードからバイオロードへというタイトルで、蚕を使ってより良い機能タンパク質を作り出すという話をさせていただきます。日本の産種業は太古から行われてきましたが、それが急速に発展したのは明治以来で、特に昭和時代にはシルクはですね、日本の輸出品の6割を占める非常に大きな産業でありまして、つまり日本の近代化に一番貢献した産業生物であります。今年ユネスコでは日本の近代的な産地技術を集約した富岡製糸場を世界遺産として登録しようという話がありまして、非常に嬉しい話です。しかし人工繊維の開発によりまして日本の産種業は衰退しました。しかし幸いにですね、日本の介護に関する科学と技術は非常に高いレベルでありまして、この介護をシルクじゃなくてバイオテクノロジーにつなげようというそういう研究が始まりました。例えば1985年蚕でインターペロンを生産しました。これはすでにネイチャーに発表されまして、これが蚕がバイオテクノロジーに使われた最初の例であります。蚕をですねバイオテクノロジーに使うためにはいくつも問題点があります。傀儡遺伝子、遺伝子をですね蚕に投入するためにはどうしてもウイルスを使うんですけども、ウイルスに遺伝子操作をしなきゃいけないことと、遺伝子操作したウイルスを大量に増やさなきゃいけないと、増やしたものを蚕に感染するシステムが必要なんですけども、非常にこれが労力と時間がかかる問題でありまして、これは我々はですね簡単に蚕に遺伝子を投入するシステムを開発しました。これはウイルスを使わないで大腸菌を使いますので、非常に10日くらいでですね、遺伝子を蚕に投入することができます。そういう技術はバックミドと呼ばれるテクノロジーなんですけども、これは、半年かかる作業を10日くらいで、終えるということで、非常に画期的な方法であります。すでにこれは世界中に広がりまして、静岡大学が世界初めて、開発した静岡大学オリジナルの技術であります。こういう技術を用いますと非常に多様なタンパクをですね蚕で作ることができるということになります。このように開発しました、されましたパクミドを用いましてですね、いろんな医薬品となるタンパク質が蚕で発現されて生産されることになっています。非常にこれは、例えば1ミリグラムあたり数百万ぐらいの高価なタンパクが蚕で生産されているようになっています。さらにですね、蚕はウイルスのような粒子を作れる性質を持っておりまして、ウイルスではないんですけども、ウイルスのような全く同じようなものを作っていると、それが最近ワクチンとして使えるということが分かりまして、かなり蚕からワクチンを作るという新しい産業が今生まれようとしています。さらにですね、蚕でですね、
各種感染症の起こす抗原というタンパク質を解雇で今発現生産されました。それがいろんな動物を用いた免疫化によってですね、抗体というものができます。で、抗体というものが最近はナノテクノロジーと融合されまして、機能性ナノ物質複合体というような非常にナノサイズの粒子ができます。これによって非常に分かりにくいがん細胞あるいは病気の細胞そういうものがですね、可視化つまりイメージングできるとあるいは病気の診断法として使われるようになりました。もう一方ですね、この機能性ナノ粒子というのは非常に、病気の検出にも使われまして、特にインフルエンザウイルスのような感染症を引き起こすそのようなウイルスの検出にも最近使われまして、当研究室としましては約100倍以上の感度の高い検出系を作っています。このようにですね、解雇は非常に多岐にわたった物質、タンパク、抗体、ワクチンなどの生産基盤として今考えられまして、21世紀のですね、生命科学を支える非常に有望な生物となっています。ですから今までシルクロードを作ったこの介護がこれから新しい道、バイオテクノロジーの道、バイオロードをですね、開こうとしている状況です。私はですね、休日土日などはですね、いろいろ散歩に出かけるのが好きなんで、特に、カメラを持ち出していろんな植物の花などの写真を撮る、撮って綺麗なものはフェイスブックに載せます。で、皆さんが非常に見て美しいと言ってます。最近ですね、朝日新聞の6月4日の記事には、日本の若者は自信希望もないという記事が出ました。13歳から29歳までの若者を対象に、アンケートを調査をしました。自分の未来に対する将来に対する希望を持っているか、また満足しているかという2点をですね、聞いたところ 61% が希望を持っていると、45% が自分の将来に満足していると、自分自身に満足しているという答えがありました。しかし、先進国アメリカ、イギリス、ドイツの例ではですね、自分の将来に希望があるという答えた学生若者は9割です。また自分の自身に満足しているという答えた方は8割以上です。ですから、日本の若者はやっぱり半分以下がですね、満足しているということで、非常に先進国に比べると非常に自信がない、希望がないということが分かってきました。これはですね、希望がないということは、結局夢がないから希望がないわけです。夢というのは人に与えられるものじゃなくて自分自身が育てるんです。自分が夢の種を自分の心に植えて、それを水やって、それを肥料やって育てなきゃいけないです。で、夢が育たないと希望が生まれてきません。希望がなければ結局チャレンジができない。ですから今若者はチャレンジ精神がないと言われています。ですから皆さん、ぜひですね、自分の人生に対してチャレンジできるような若者になってほしいと願っています。